私ごめんなさい、あんこを一匹さばくの初めて見ます。あのぶつ切りで売ってるのしか買ったことないです、うん、私もあんまり知ったことないけど。すごい、みんなどこ取ってんだっけ、この兄ちゃんやめてきた。そうだから、ゼラチンがすごいんですよね、うん、なんかあんこってね。そうよ、ゼラチンがすごいんだ。初めて見ます、あんこをさばくとこ。まずさエラーを、うん、出刃包丁家にないし。でどうするんですか、そっから、うん、本当はね、これ口、うん、口目、これが皮だから。皮は食べない。はい、ぬこごりに住んで。ああ、今日ありました。キャーと言っています。ストリップになる。どこなんだかね、木だか足なんだかわからないけど、うん、何の魚だか分かんなくなりますね、ここまで来ると、うん、こういう風にしてトラサっていうと、うん、ベタで、そこからどうだか気も分かんないけど、ただこれが半分切るだけ、硬そう、骨が、いや、やばい、紐がねえのか、あー、本当に少しだ、紐もねんだな。これパリメドロだ。それ食べられるんですか。食べられない。食べられない。うん、これは食べない。あ、結構大きいじゃん。うん、結構大きい。カレーブグロだし。それなんですか。そう、肝もいだぞ少し。これ胃袋。初めて見たアンコウの解体現場。これチモイだ。あ、いいね。あ、結構あるじゃないですか。あるな。食べたい食べたい。食べたい食べたい。キモ入れてな。うん。すごいな、すっかりしてたじゃん。ね。うん。やった。やった。吊るしてきるのが一番やっぱり簡単なんだけどね、ぬるぬるしないしさ、うん、ここ吊るしてる、あとここブツブツ切るとき、うん、これを簡単なだけにいっぺ、うん、これもブルブル、ブルブルも食べる、食べれるんですか、食べられるんですか、ブルブルも食べる、聞いたことない、食べられるの？食べられるよ。本当に。い
矢野さん、だってさっき胃袋痛めたりしてたでしょ。あ、確かに、確かに、確かに。虫なんかだね。やめたな。うん、やめるわ。え、そこもう終わりですか。いや、顔ですもんね。結構食べれる。ここだけだ、食べられねえな。口ね。あ、ここの頬肉が一番美味しいのさ、ここ。あ、多分筋肉があるからかな。面白い。ここが大変なんだ。兄さん、血を取るぞ。お父さんも発信できねえって、なんだよこの切れ方って言われるから、あんた。これでもインターネットであげちゃいますよ。ごめん、でそんなこと言ってますね。あと火だね、火がどこ来て、なんだその切れ方って言われるから。カットカットして。すごい。今日はあんこ鍋やね。すごい豪華だ。あんまり気なくてもな。うん、大丈夫。大丈夫なんだ。うん、あのほら、どうせほぐれるから。誰もさばけないからな。はい、さばけないです。うん、他の人たちさ、そんなにそんなに立派なことはあんこ鍋であんこだって言うけどな。うん、あのぶつ切りのやつを買ってくるんですよ、普通は。何分食べるの、それ。え、あの鍋にして、はい、鍋にして食べるの。はい、あん肝も入ってて。日本のものでね、ビナン肝。ああ、かもしれません。違うもの、中国とか。食べられる、ね、本当に。4人分多いんじゃない？すごいいっぱいあるじゃない？そうでもねえんだね。あ、そうですか。だってカレーどこだけだもんな。これが骨だもんね、今。でもすごいいい出汁が取れそう。うん、本当は料理屋さんがどうこんなの骨はいるねえと思うけど、うん、入れてほら出汁に取った方がいい。
リュウレイ様のお金出して取るからさ、うん、だってみんな取らないでこれだけだね、うん、あ、グッドだ、これで一回指切りすればね、うん、やっぱり臭みあるんですか、ね、ないけども、やっぱりノロノロしたままだとほらみんなのあれな、さ、行くかな、よし、あら、これはこう、ありがとう、切ってな、うん、大丈夫でしょ、うん、Okay.